やね、今日ね、そう、この枠立ててから、フレア先輩のね、突待ちがあることが分かりまして、お祝い行きたいなぁと思ってさ、今日フレア先輩のお誕生日なんですよ。まあ、なんかライブはちょっとね、後になるということで、でも、すごい混んでたら、あれなんだけど、 トークデッキで、天気昔の印象と今の印象好きなコンビニと商品最近ハマってること好きな映画うーん好きなコンビニと商品だけが思いつかないな天気天気来たらどうしよう <laughs> 好きな映画はコマンドフレア先輩にも布教する プレ先輩知ってるかな?。お。コマンドは面白いですよ。え、見てんのマジで?。絶対見てなさそうなのに。<laughs> これは一番最初の同時視聴がコマンドだった。ええー、そう。な、な、な、それはなんでコマンドを選んだの?。小百合シュワちゃんが大好きで。はあ、そうなんだ。そうで、シュワちゃん好きって言ってたら、コマンドおもろいよってみんなにめっちゃ言われて。うん。 そうで、見たらすくそおもろかったんで、しかも同時視聴向きなんでおすすめです、えー、<laughs> そうやらざるを得ない空気にして申し訳ないんですけどえー、じゃあ次の同時視聴コマンドだな <laughs> おお、来るかコマンドーねコマンドの流れ来てよるというか、ハッピーバースデーお誕生日おめでとうございますありがとうい嬉しい <laughs> いや、ちょっとごめんなさい、あの配信中に来ちゃったんですけど、あの

な結構、こよとはさ、うん、去年はさ、うん、いっぱいコラボもしたしさ、うんうん、なんかいっぱいあったしさ、と思っちゃったんだけど。<laughs> 全部考えて、天気選んじゃったんですか, <laughs> か逆に天気選んだら、な、何返してくれるか。<laughs> <laughs> ちょっと、うち、今、の防音室の中に入ってるんで、外が見れなくて、いい天気ならよかったです。よかった。うん、実は今日外出てないんです。<laughs> なん知らないんかーい <laughs> あの <laughs> いい天気だねって言ったらきっとあのー、合わせてくれるのかなーみたいな。<laughs> いやもうフレア先輩の誕生日が雨が降るわけない。<laughs> えなしかもあのホスト,あ,ホストあれですからお好み焼き屋になったんで引退しました <laughs> ホストは。<laughs> かなんと一緒なんかは始まっちゃった そうまあ、かなたんとというよりかはねかなことこよとのお好み焼き屋始まったんで <laughs> 来てください <laughs> あじゃあ、あのー、お客さんとしていきますは決して口説いちゃいけない空気のやつね。 で,でもあの口説かれたらねなんかおしゃべりしながら焼きますよたぶんお好み焼き <laughs> こよってでもなんかありですこうなんかさホストといえば結構なんかワインとかだけどなんかあえてお好み焼きを食べながら口説いていくあり、うん、ではでもいいですよねなんかそういう店ないのかな、うん、なんかホスト和風ホストみたいな意外とないけどうん なんか売れそうなな気がするなねなんかあの食べ物食べたいものはお好み焼きとかそういう粉物なんだけどホスト行きたいみたいな時に来てくれそうです、うん、<laughs> でもめっちゃ値切られそう出やすくしてくれって,て安そう確かに安そう <laughs> マヨネーズパワー入りまーすって <laughs> <laughs> あーでも確かにコよ。マヨネーズあマヨネーズだよね好きなのねそうマヨネーズ好きです ね、あんや感じがする。下町のナンバーワンホストになるんだね。あ、確かに確かにおばちゃん達の行きつけだね。<laughs> ホストに安いですよ。多分一桁違うぐらい安く上がるホスト。なんか前回はさ行、うん、けなかったけどさ、うん、またやってよ。つい。もう、えー、もうやら嘘本当に来てくれるんですか？<laughs> <laughs>

コヨが行ったな行 <laughs> ってねーじゃんあの俺行かないって言てるぞがやった時には、はい、あのまたあのーホムラ君にちょっと出張かけとくからさまあでもホムラ君とね喋るのは嬉しいなホムラ君かっこいいっすからねいやあのー、うん、コヨとがね仕事をしているところをちょっと様子見に行くからさ えほん,んとか、うん、まああんまりきないですけどちょっ,っと <laughs> <laughs>、まあ楽しみにしてるわ、はい、ありがとうございますまさかじゃあお祝いに来たらそんななって思うせっかくだから、うん、今の印象と昔の印象を聞かせてほしいかも結構仲良くなったなって個人的に思ってるんだけどこれも個人的に思ってるんですけど。<laughs> 私のだろう可愛い,いってずっともうなんか、ね、デビューする前から小百合がデビューする前から、うん、フレア先輩は可愛い女なんだってあの後方腕組みフレア可いいぜみたいな感じでねずっと思ってたんですよ。うん、そ,うそれがなんか実際に喋ったりしてみてより可愛いいなっていうのが高まり、うん、なんだけど。 1>, 1点だけ可愛くないなって思う部分がありまして、うん、あのー、ちょっとすごいおごろうとする <laughs>、ね、そこ <laughs> <laughs> 頑固すぎるってまう。 でも圧がほんとにツープそこだけはどうしてもね可愛くないなって思ってますいやもう絶対おごりたいだって可愛い後輩だもんおごりたいよ <laughs> いやもうウィンウィンでいたいのえー、嬉しいこと言ってくれるじゃんおごってあげるやめろ <laughs> 装備お祝いをね。今度はさせてください、うん。ありがとう。今度ご飯また行こうね。<laughs> カナリアでも遊ぼうね。えー、遊びましょう。ありがとう。来てくれてえ、こちらこそありがとうございます。お邪魔しました。はい、ありがとう。1> 次一年後ありがとう。声を来てくれましたよと。嬉しい！